さて、いつもそばにいるから今日はやけに静かだね。君のいない帰り道、引き返すわけないだろな。ああですね。足を引っ張らないように頑張る。でも女の子たちとのデートの時間は残してほしいな。出た。では。いいかお前ら、やるならてっぺん以外ねえぞ。オミさん、念押し多い。我らがボスは意外としつこい性格ですからね。そうそう、ワイルドに見えてセンサイ。わかるわかる。じゃあ、あとはグループ名を書けば終わりだね。あれ？あ、ううん。わかります。うん、本当にね。どんな毎日が待ってるんだろう。大変なこともあるだろうけど、きっと、うん、きっとすっごく素敵な日々だよ。ああ。二度目の正直だ。うん、全力疾走で行こう。空白にグループの名前が刻まれる。それはまるで僕に音楽が舞い降りたあの日のように空白を埋める。始まるんだ新しい日々が。まだ誰より私の気持ちが定まっていない。恐れや迷いがないといえば嘘になる。それでも新たな一歩を、もう一度挑むことでしか見えないものがあるはずだから。どうして歌い始めたのか、何を求めていたのか、もう一度確かめたい。歌って、歌い続けた先にしか見えない答えがあるはずだ。だから
俺は、私は、僕は、またここから。